リジェルト様、その扉にお触れにならない方がよろしいです。この先にあるのは、おそらくは禁忌の祭壇。私ども人間が立ち入ってよい場所ではありません。それこそそこは神域。入ればどのような災いが身に降りかかるか知れたものではありません。それにこのようなところにいる時間などないはずです。声ですか？いえ、私には何も。あ、今のは。もしかして、リシエル様？リシエル？それは確か、神帝様のことでは。リシエル様！あと、そんな、リシエル様。それ以上一歩たりとも近づくな。でなければこの女の首をかっ切る。そう、そこでじっとしてれば一歩も動かずにな。ユリシア、リシエラ様。ユリシア、どうしてあなたがここに。
助けに参りました。神に仕える者として、そして王として。リシエル、あっ、それ以上喋らないでいただこう。死にたくなければ。リシエル様。ベイティア様からすでに聞き及んではいたが、本当にここに女王が来ているのかな。面白い。ちょうどいい。女王ならここにいる騎士連中を全員退かせることぐらいたやすいだ。なんだと、そんなことできるわけ。それがお望みなら、あなたの言葉に従いましょう。陛下。意外と物分かりがいい。その代わり、リシェーラ様を今すぐに解放なさって。あなた方の要求には何なりと従いますから。誓えるか。王の名において。陛下、しかし。構いません。リシェーラ様のお命は何より優先されるべきものなのですから。では早速そうしてもらおう。お前ら全員今すぐここから立ち去れ。私もですか。全員と言っただろう。早くしろ。見かけによらず、ロアーナ峡谷王は大した腕の持ち主だそうじゃないか。下手なことをされてはたまらないからな。本当に解放してくださるのですか。ああ、我々がボルドまでの逃走経路を確保したらいずれな。もっと声を潜めろ。いいか、今すぐに私から体を離せ。そしてなるべく壁際の方を歩け。大丈夫だ、心配する必要はない。歩くとき、なるべく私から離れろ。奴の視界内に二人とも入らないようにするんだ。頼む、今は頼りにしたいんだ。どうかうまく動いてほしい。おう、騎士たちはすでに引き返しているぞ。貴様もさっさと一緒に行ったらどうだ。